はい、どうもシャロンです。今回なんですけれども、まあ、今回のね冠の雪原で登場したレジエレキの、まあ、ちょっと尖った種族地によってね剣盾の対戦環境における致命的なバグが見つかったということで早速調査していこうと思います。まずですねこれ準備の、段階でレジエレキ最速レジエレキを用意しました。実数値277になってます。そのレジエレキで高速移動をね3回積んで素早さを6段階上げていきます。でこれによって実数値が1108に、なります。でこの後にですねさらにエルフーンで追い風を使っていきます。追い風は、素早さをですね、2倍にする技ですね。味方全体に働くのでこれによってレジエレキの素早さが2216まで、実数値が上がるわけですね。でこのターンに、まあ、素早さが6段階上がって追い風状態になったと。そして相手のさまよるにねトリックルームを使ってもらいます。でトリックルームを使ってもらって今のね行動順がサマヨール、カビゴン、エルフーン、レジエレキになってるはずなんですよね。サマヨール、カビゴン、エルフーン、レジエレキとトリックルーム中に、実数値上動くはずになってます。さあなんですけれどもここで何が起きるかというとレジエレキから行動するんですね。なぜか現在は間違いなくトリックルーム中でこちらは追い風中なんですよ。なんですけれどもレジエレキの後にサマヨールが動いてでカビゴンが動くんですよ。で最後にエルフーンが動くんですよね。でこれどういうことかっていうとレジエレキの素早さが2216っていう数値に達していることによって素早さの多分内部の数値がオーバーフローしていて、多分一周回っちゃって多分遅い素早さとかになってる可能性があるんですよね。そのマイナスとかっていうでそれによってこういうバグが起きているということで今間違いなくトリックルームと追い風中なんですよ。でまあ、これがね実際に対戦で悪用されるってことはねないと思うんですけれども、まあ、絶対にないとはね、まあ、言い切れないというところも、まあ、一つあります。実際にその最速レジエレキで高速移動する人とかっていないとは思うんですけどその素早さのマイナスっていうのが存在するっていうことをなんかこう別の方法で悪用するっていうのがもし見つかっちゃうとちょっと嫌だなと思うので、まあ、できれば修正してほしいバグかなとは思いますけど、まあ、特にね悪用とかはねせずに、まあ、健全な対戦環境でみんな楽しみましょうというね、まあ、一応注意喚起の意味も込めてこちらの動画投稿させていただきました。はい、ではね短いんですけれど以上になりますのでもしよろしければ、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。